岡三証券の佐藤和樹です。国際有料株を厳選した岡三ワールドベストストックをご案内いたします。真に稼ぐ力を有する企業の中から、今回紹介するのはこちらです。動画配信サービスで世界最大手のネットフリックスです。ネットフリックスは2011年に素業の DVD 宅配レンタルから事業転換しました。 パソコンやモバイルなどの複数端末で視聴可能な利便性を背景に全世界で市場開拓に力を入れております。自社制作ドラマに強みを持ち、政治ドラマハウス・オブ・カードがエミー賞を獲得したほか、第95回アカデミー賞では西部戦線異常なしが国際映画賞、撮影賞、作曲賞、美術賞、 などの4部門で賞を獲得しました。有料会員数は2023年9月末時点で190以上の国、地域でおよそ2億5000万人に達しております。当社は1年以上にわたりビジネスモデルの再編に取り組んできました。一つは割安な広告付きプランを導入したこと、もう一つは パスワードの共有規制を実施したことなどです。こうしたビジネスモデルの再編がこを奏し、ここ最近新規会員数は大幅に増加しております。また、競合他社の値上げが相次ぐ中で、当社も値上げを行いました。アメリカではベーシックプランを約10ドルから約12ドルに、プレミアムプランも 約20ドルから約23ドルに引き上げました。イギリスやフランスなどでも一部料金を引き上げます。こうした値上げに伴い今後収益性の向上が見込まれることは当社の株価にも追い風になると見ております。以上で岡さんワールドベストストックのご案内を終わります。ありがとうございました。